皆さんどうもこんにちは、ボラです。では学校であった小屋主1995特別版やっていきたいと思います。前回新井くんの話だったんで、今度は細田くんかな、細田くんの話を聞いていきたいと思います。それじゃあ僕の番ですね。僕ね、今日のこの回はとっても楽しみにしていたんですよ。まあ最初のね、前下りはもうみんな一緒だよね。まあ、楽しみにしてたか、特に気にしない、あまり乗り気じゃなかった。じゃあ楽しみにしてたにするか。そうですよね、わかりますよ、その気持ち。坂上くんってなんかとっても親しみやすい感じですよね。このまま多分前話したのな。じゃあ次の選択肢はちょっと飛ぶか。はい、じゃあここまで来てね、坂上くんって友達とかいますか。なるほどね。前はまあ、ちょっとリア充感を出すために多い方って言ったんですけど、まあ、実際あまりいないかな。え、そんなことないでしょ。そんなことあるよ。坂上くんは僕よりもよっぽど友達が多いと思いますよ。まあ、君よりは多いだろうね。僕はあまり友達と呼べる人がいないから。そんな僕とは違うはずですよ、坂上くんは。でも人は磨きによらないからな。自分で言うくらいだから本当に坂上くんは友達が少ないのかも。謙遜して言っただけだよ。でも心配することはないですよ。せっかくこうして知り合ったんだから僕と友達になりましょうよ。君と友達になるぐらいなら、まあ、友達少ない方がいいかな。そんな坂上くんに僕のとっておきの話はプレゼントしちゃいますから。坂上くんはこの学校に使用禁止されている通りがあるの知っていますか。うふふ、そう、知らないんですか。君はまだ学校に入ったばかりだから知らないのも無理はないですよね。このトイレは、使用禁止のテープが貼られたまま、この学校のどこかにあるんです。何でもそのまま塗りつぶしてしまう予定だったんですけど、工事業者が事故にあったり、たびたびトラブルに見舞われるせいでずっと放置されてるんですって。え、なんで使用禁止になったのかですって。それはこれから僕の話す話を聞いてもらえればわかると思います。使用禁止のトイレ、それはひっそりとこの学校に今でもあり続ける。坂上くん、その使用禁止のトイレはどこにあると思いますか。2階と答えたのか、前回は。そうだな、体育館って答えたら、なんか 前体育館の話、体育館のトイレの話じゃなかったっけ。じゃあ旧校舎にする。旧校舎、へえ、よく知ってますね、坂上くんは。そう、旧校舎にあるトイレなんですよ。旧校舎はもう何年も前に立ち入り禁止になっていますね。理由は老朽化による倒壊する危険があるからと言われています。ところが理由はそれだけじゃなかったんですね。今から僕がお話しするのは旧校舎のトイレだった怖い話です。坂上くん、くれぐれも僕が旧校舎に入ったことは内緒にしておいてくださいね。ぼ、誰だこいつ。僕は1年生の時の話です。同じクラスに三上ゆかりさんという女子がいました。彼女はおとなしくていつも本ばかり読んでいましたね。いわゆる本の虫ってやつですか。あまりにも熱中するあまりに授業になっても気がつかずに没頭していましたので、すごい集中力。そんな彼女を見つめているうちに僕は彼女のことをもっと知りたくなってきたんです。いいよ、放っとけ放っとけ。まずは彼女の行動パターンを知ることから始めました。そういう人間観察やめろよ。朝登校してくるのは8時15分。まあまあ、僕らの時8時15分までにこう学校の中入ってなかったからダメだったから、結構僕らの学校的にはギリギリな時間が、それから2時間目と3時間目の間の休憩時間で必ずトイレに行くこと。やめろよ、なんか変態みたいになってるじゃん。なんか結構近いのトイレ、2時間目と3時間目の、あ、違う、1回5時が始まるとすぐに教室から出て旧校舎の周りで姿が見えなくなって5時間目の始まる前に帰ってくる。放課後は図書室に行って本を読む。帰宅の時は巣ごもり橋を渡って、近所の病院に入院しているおじいちゃんのお見舞いをしてからだって。結構熱心な人。え、なんでそんなに詳しいのかって。そんなの簡単じゃないですか。毎日彼女の後ろにいたからなんです。
気持ち悪いな、お前ストーカーだぞ。彼女は本を読んでいたら周りの方が全く目に入らないみたいなんですよ。話を戻しましょう。それはある日休みのことでした。いつものように教室を出ていく彼女をつけていました。別に癒やしい気持ちはありません。ただの知的好奇心からでした。よし、そういう犯罪者はみんなそういうんで、別に悪いつもりはなかったので。彼女は旧校舎の近くまで来ました。いつもならこの辺りで見失ってしまうのですが、その日に関しては大丈夫でした。彼女はそこにいたんです。そう、旧校舎の近くにある大きな、なんだろう、柏の木の下にね。彼女は木の見上げ、その表面に手を当てるとずっと口をもごもごさせていました。え、どういうこと。木の見上げって木を見上げじゃないか。その表面に手を当てるとずっと口を、え、そういえば彼女がクラスメートと話しているところはあまり見たことがなかったですからね。いつも本ばっかり読んでいましたから。その口の動きがものすごく独特だったから、で僕は見入ってしまいました。ところがしばらく口をもごもごさせていた彼女は急に走り出したんです。なんで。僕はびっくりしましたよ。本当に突然でしたから慌てて後を追いました。全速力で追いかけました。今考えるとここで考え直していればあんなことに巻き込まれないで済んだんですがね。いや、何でもありません。よく考えたら旧校舎の中に入るのは入学してから初めてでした。入学式の日に先生から絶対に入らないようにと注意を受けていたんですが、彼女のことが気になります。もし彼女に何かあったら僕は悲しくて眠れなくなるでしょう。なんだよ、気持ち悪いな。別に細田君に心配なんかされなくてもいいよ。だって彼女を見守るのはもう日課になっていましたから。完璧なストーカーだよ。うふうふ。旧校舎の中はお昼だというのに薄暗くてカビ臭い匂いが充満していました。歩くと埃が舞って鼻がムズムズします。彼女はどこに行ったんだろう。そう思って周りを見渡しましたが、その姿はありません。ギーギーギー、床のきしむ音が聞こえます。どうも上の階からのようです。旧校舎は床も古いですからね。足跡が大きく聞こえるんですね。僕は床が抜けないように気をつけながら階段を探しました。見てお分かりの通りこんな体型ですから、下手をすると重みで床が抜けてしまうかもしれませんもの。2階に行く階段を発見しました。階段の近くの壁にカレンダーが掛けられていたんです。そのカレンダーの日が13日の金曜日になっていました。ジェイソンだな。13日の金曜日、ジェイソンですね。何か不吉ですが僕は気にせず階段を上っていきました。そして2階に着いたのです。周りは静まり返っていました。僕は彼女を探しました。ところがどこにも彼女の姿はありません。僕は勇気を出して声を張り上げました。三上さーん。いいよいいよ。建物が古いせいか声がよく反響します。返事はありません。もう一度彼女を呼んでみました。三上さーん。やはり返事はありません。静まり返った昼なのに薄暗い旧校舎、その中で一人で叫ぶ僕、急に怖くなってきました。油汗がどんどん出てきます。陽の光が当たらない暗闇から今にも何かが飛び出してきそうな予感がします。本能が危険だと知らせているのでしたら引き返すに限りますね。僕は来た道を引き返すことにしました。その時だったのです。キャー、何、空間を切り裂かんばかりと女性の悲鳴が聞こえてきたのです。坂上くん、僕はこの時どうしたと思います？もちろん彼女の身を案じましたよ。だって男一人でも怖い旧校舎ですよ。女の子一人でとても心細い思いをしていたと思います。まあ入っていったのは彼女ですけど、僕はこういうのをする方に急ぎました。悲鳴が聞こえてきたのは2階の女子トイレからでした。先に断っておくけど僕は女子トイレに入りたくて入ったわけじゃないですから。え、なんで女子トイレだったって分かったのかって。簡単ですよ、明かりがついていたからです。本来なら電気が通っているのは旧校舎ですよ。僕は少し用心しながら中に入りました。入ってすぐ左の個室、そこに明かりの元がありました。懐中電灯でした。そして持ち主もそこにいました。いや、持ち主だったと思われるものだと言えばいいのかな。
そこには彼女は倒れていたんですよ。一目見てもうダメなのは分かりました。なんで？彼女の口には何かがたくさん詰められていたんです。口の周りについているだらしなく出たよだれが妖艶な光を放っていました。僕は口に詰められた何かを確認するために近づいてきました。これは第一発見者としての義務ですよ。うん、いや警察呼ぶよ。僕は彼女の死因を確認する。それは運命に決められていたんです。そう今でも信じていますよ。うん、彼女の口の中に詰まっていたのはおばくずでした。それが本当にすごい量詰まってるんですよ。それを確認したとき僕は戦慄しました。なんでこんなことが起こっているんだろう。どうして僕はこんな場所にいるんだろう。怖くなった僕は走って旧校舎を出ました。僕はすぐ学校の先生に報告に行きました。旧校舎で人が死んでるってね。周りは騒然となりましたよ。それとすぐに警察が来て彼女の遺体を調べて旧校舎に向かいました。けれど死体はなぜかなかったんですよ。代わりに死体のあった場所には大量のおがくずが捨てられていたそうです。僕は警察と先生にこっぴどく叱られました。嘘を吐くなってね。でもその日を境に三上さんは行方不明になってしまったんです。すると今度は僕は真っ先に疑われました。疑われるようなことを毎日毎日してたからね。何でもクラスの子が僕は三上さんを日常的に突き回してたなんて証言したそうなんです。事実だろうがよ。全くひどい話ですよ。あ、とんでもないな。事実だから。彼女がいなくなって一番悲しんでいるのは他でもないこの僕なんですから。警察や先生は今でも僕が三上さんを殺したんじゃないかと疑ってます。疑いの目を向けられる毎日本当辛いですよ。全部自分が撒いた種じゃん。でも警察も下手に動けないみたいですし、まあ証拠もないですからね。あ、なんだか証拠がないとか言うとまるで犯人みたいな口ぶりですね。本当に僕は三上さんを殺したりなんかしないんだ。なんで君までそんな目で僕のこと見るの。坂上くん信じてくれよ。ねえ信じて。取り乱してしまってすいません。それでもともと立ち入り禁止だった旧校舎だけど、さらにそのトイレの周りにはテープが貼られて入れなくなったんです。それからです。夜になると旧校舎の2階の窓がぼーっと光ることがあるんだって。きっと彼女が呼んでいるんだと思います。坂上くん、僕はあれから旧校舎に入っていないけど、もし君が行きたいっていうならどうですか。今度一緒に行ってみませんか。そんな顔しないでくださいよ。ちょっと一緒に行くだけなんですから。三上さんにはいろいろと言いたいことがあるんですよね、坂上くん。救いようが、まさに救いようがない男だな。でもなんか、まあ木食ってたんじゃない。やっぱ木を食ってなぜか旧校舎の女子トイレに行って死んで、わけわかんないな。どういうこと。ちょっとじゃあこう想像力の優れている方、もしなんかこの話が真相分かったら教えてください。全然分かんない。なんで木を食ってたのかも分かんないし、なんで死んでたのかも分かんないし、多分木を詰まらせたのかな。なんで消えたのかもよく分かんないし、セーブしてどうしようかな。じゃあどうしようかな。じゃあとりあえずもう一話やるか。次は風間くんか。こいつ話長いかもしんないな。だよな、風間くんだよな。僕の名前は風間徹、3年生だよと。なんか久しぶりに見るな、風間くん。まあそういうまた自慢から話、まあこれは飛ばして、はい、じゃあここまで来てね、また500円をねまたちょろまかされそうになってるわけなんですけど、どうしようかな。
は？はじゃないよ、君。僕としては男に貴重な話を聞かせるなんてごめん、こう思いたいんだけどね。でもどうしても聞きたいというのは、僕だって鬼じゃないよ。それ相応のものをいただければ、心よく話そう。という海より広い僕の心、分かってほしいな。まさか金を持ってないなんてことはないよね。仕方ない、もう一度聞こうじゃないか。500円もらえるかな。はあ、また500円パクられんのかよ。じゃあもう1円、そう、1円ならある。1円だって。君は今1円と言ったのか。オーマイカー、君高校生だろ。今時の高校生が1円しか持ってないなんて僕には信じられない。それが事実なら まさしく悪夢だ。1円で何ができる？1円で何が買える？1円玉しか持ってない高校生がこの世に存在するなんて、この世の終わりが来てもありえないことさ。君は僕からとても怖い話を聞きたいんだろう。だったらそれ相応の報酬を用意しておくのが大人の社会ってもんじゃないか。いやいや、これはボランティアで来てもらったんだろう。でもとりあえず1円はもらっておこうかな。がめついな、相変わらず。しかし僕が話すのはあくまで1円という対価に値する話だからね。そこを忘れずに聞いてくれたまえよ。坂上くん、君は神隠しを知っているかな。この学校には昔神隠しにあった先生がいたそうだよ。まあ、これを聞いたね。終わり。もしかしてこれで終わりですか。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。僕が俺を言うと、風間くんは驚いた顔して僕を見た。おや、これでいいのかい。まあ君がこれでいいというなら僕は何も言わないけどね。しかし君も新聞部員ならもっと突っ込んだ話を聞こうとするのが記者魂ってもんだろう。いや、あとはあの僕の文章力で何とかするんで、風間くんはもう何も言わなくていいです。いえいえ、もう十分です。わざわざ怖い話をしに来ていただいて本当にありがとうございました。僕は最初の風間さんとのやりとりからそう感じていた。この人とは深く関わらない方がいい。僕の第六感がそれを告げていた。僕の判断は正しいと思う。僕は口を尖らせて何やらブツブツ言っている風間くんを置いて次の人の話を聞くことにした。終わった。何、今所要時間3分ぐらい。とりあえず風間くんの話でした。なんだこれ、ふざけてんなこのゲーム。とりあえず終わりにしよう。とりあえず風間くんはこれで終わりにしよう。風間くんのね、神隠しにあった話でした。で、はい、最後まで来て、本当にこれでいいのかな。まあいっか、岩下さんの話いきます。私の名前は岩下明美。これも聞いてるから、じゃあ選択肢まで飛びます。はい、ではここで、まあ、人に裏切られたことがあるのかっていう話だね。ある、ありません。答えたくない。あー、どうしようかな。なんか答えたくないで秘密主義みたいな話。じゃあそっちの選択肢いくか。はい、じゃあここまで来てね、あなたは人に裏切られたことがあるのっていう話で、まあ、ずっと答えたくない答えたくないって答えて、ここまで来ました。で、秘密主義っていう話を、まあ、前選択肢で選んだみたいなんだけど、今度はどうしようかな。過去に深い傷を負った、これも答えたくないで答えようか。ちょっと貫くわ、己が道を。そう、何も答えたくないのね。何も答えたくないというあなた、そんなあなたにぴったりの話があるの。ほう、ふふふ、喜んでもらえるといいんだけど。一
人は誰しも一つや二つ人には言えない秘密を抱えているものだわ。坂上くん、あなただってそうでしょ。あら、そんな顔しなくてもいいのよ。何も私はこの場であなたの秘密をばらそうっていうのではないんだから。秘密は時にそれを無理に暴こうとする者に災いをもたらすわ。これから話すのはそんな無謀な好奇心が招いた悲劇よ。かつてこの学校に一人の女の子が転校してきたの。わ、またはニューフェイスだ。彼女の名前は、高瀬美香さん。転校生というのは最初は物珍しちゃったからチヤホヤされるわよね。まあ、そうなんだね。そしてそのうちに自然とクラスに馴染んでいくの。まあね、最初転校生が来たら机の周りにねびっしり集まるよね。実はボラもね小学校の時にね転校したんで、ね、それを経験したことがあります。いや別にでもしばらくするとねもう誰も寄ってこなくなるからねぼっちになります。でも高瀬さんは違ったわ。いつまで経ってもクラスの中特別な存在だったの。集団に馴染めずに孤立していたというわけではなく、そうね、例えるならまるでアヒルの胸に白鳥が混じっているような、そんな感じといえばわかるかしら。まあ、その子はそんな白鳥のような美しい子だったこと。だけどね、彼女は際立って美人だったというわけではないの。まあ、確かにそうだね、可愛いけど、ちょっとそのヘアスタイルを変えた方がいいんじゃないか。もうちょい大人っぽい髪を下ろしてね、ハーフアップとかにしたら可愛いんじゃないかな。でも、それでもみんなが彼女の一目置いたのは、高橋さんがいつも独特な雰囲気を身にまとっていたから。オーラ美人ってやつだね。落ち着いた物腰と、視力深さを感じさせる発言。でそして何より彼女からはいつもとても良い香りがしていたの。ミカという名前が示す通りね、香りといってもブランド物の香水のように主張が激しいものではないわ。彼女の動きに合わせてほんのりと空気に混じるようなそんな控えめな香りね。皆さんもね香水をつけすぎには気をつけましょう。ほのかに香るぐらいがちょうどいいかな。高橋さんとすれ違う時ふわりと風に乗ってその香りにときめいて思わず振り返ってしまう男子も多かったらしいわ。だから高橋さんの香りの秘密を聞きたがる女の子は後を絶えなかった。でも高橋さんは少しももったいぶらず誰にも打ち明けてくれたの。ポケットから可愛らしい小袋を取り出して匂いの音はこれよって。バラですかね。その袋の中にはポリプが入っていたわ。ポプリか。坂上くんは男の子だからポプリと聞いてもピンとこないかもしれないわね。ポプリというのは香りのいい花やハーブ、スパイスなどを乾燥させたものよ。材料に木の実や果物の皮を使うこともあるわね。ただ花を乾燥させただけのドライフラワーと違うのは何種類かの素材を混ぜ合わせて香油を加えてなじませたりするところ。出来上がったポプリは、サシェという小さな袋に詰めてバッグに入れて持ち歩いてタンスに忍ばせたりして香りを楽しむ。いいね、今度やってみようか。日本にも昔から匂い袋というものがあったけどそれに近いよね。たかしさんのポプリを手に取って匂いを嗅いだ人はみんながうっとりとした表情になった。ねえたかしさん、このポプリどこで売っているの。私も欲しい。目を輝かせながら詰め寄る女の子たちに、たかしさんはにっこりと笑って答えたわ。うふ、これは売ってないわ。自分で作ってるの。本当？すごい。ねえねえたかしさん、私にも作り方教えて。教えてあげたいのは山々なんだけど、特殊な作り方をしているからみんなにはちょっと難しいわ。そうなの。女の子たちの顔に失望の色が増しるのが伝わった。じゃあ高橋さんに作ってもらえばいいんじゃね。ごめんね、その代わり私の作ったポプリによかったら分けてあげるよ。本当？お金取る。お金、明日持ってきてあげるわね。私も欲しい。そしてあっという間にクラス中の女の子たちの間に高橋さんのポプリが広がった。教室臭くなるんじゃね。ポプリが入っていた可愛らしいサーシェも高瀬さんが一つ一つ手作りしたんですって。すごいな。そういう特技一つでもあるといいよね。一時は教室の扉開けだった女性たちが持っているポプリの方向が溢れ出すことだったって。みんなが持ってたら臭いだろ。普通はそんな勉強に関係のないものを持ってきたら先生に注意されると思うでしょ。でも高瀬さんのポプリの香りがあまりにも心地よかったからなのかしら、先生たちも口を出さず密かにその香りを楽しんでいたそうよ。みんなその時点で満足していたら何も問題は起こらなかったわ。
でも中にはいるでしょ、秘密と言われるとどうしても知りたくなる人。坂上くん、あなたもそんな人たちの一人なのではなくて。そんなことない。よく聞こえなかったわね。あなた新聞部員でしょ。それならもっと物事に対して研究心を持たないとダメね。それともこういう風に回答したら紳士的だとか言ってほしかったの。浅はかね。バレたか。あなたも人前だから綺麗事を口にしただけで本心は分かったもんじゃないわ。今から話す人みたいなことにならないといいんですけど。あ、出た、こいつ出た出た。博士さんのクラスに、またあゆみさんという子がいたの。彼女も博士さんからボプリーをもらっていた子たちの一人でも、あゆみさんね。あゆみさんはいい意味で負けず嫌い、悪く言えば他人が少しでも自分より勝っているのが、気に食わない、そんな性格の人だったの。自分も高橋さんみたいに、いえそれ以上にいい香りのポプリを作ってみんなを羨ましがらせたいと考えたって。もっと別のことで勝負すればいいな。彼女はまず高橋さんからもらったサーシェの袋をばらして中身を見た。中にはたくさんの種類のドライフラワーや乾燥させたスパイスが入っていた。それを一つ一つ調べて同じものを用意したので。それもすごいな。でも同じように素材を用意しても全く同じものを作ることは難しいわ。アロマオイルや香料を混ぜてそれぞれオリジナリティを出しているからよ。あゆみさんは必死にポプリの匂いを嗅いでどんな香料が使われているのかを突き止めようとした。あいつに頼むかい、綾野浩二君に頼め。でもどんなに同じように作っても所詮はただのモノマネよ。オリジナルには到底及ばない出来だったわ。あゆみさんは悔しい気持ちを必死に隠して高橋さんに作り方のレシピを教えてほしいって頼み込んだの。でも高橋さんは決して教えてくれなかったわ。自分がこんなに頭を下げているのに教えてくれないとなんてケチな女なの。人作り方を独り占めして自分だけ人気者でいたいに違いないわ。お前とは違うんだよ。あゆみさんは次第にそんな風に思い詰めるようになった。そんなある日のこと、何としてもポプリの秘密を知りたかったあゆみさんはこっそり高橋さんの音をつけようと考えたの。もしかしたら材料を仕入れているお店に立ち寄るかもしれないし、家の窓を覗いたら材料が見れるかもしれない。普通の神経だったらそこまで考えないわよね。その時には高橋さんを出し抜くことをばかり気に取られてもう善悪の判断がつかなくなってしまっていたのかもしれないわ。高橋さんは学校を後にすると確かな足取りで歩いていった。商店街を抜け、住宅街を過ぎる頃には周りはすっかり夕闇に沈んでいたわ。遠いわね。いつまで歩いていくのかしら。家と家、すげえな。なんか、ずいぶん山奥だな、これ。家と家の横道を入り、薄暗い森の入り口に差し掛かったとき、あゆみさんは不安を感じたの。え？あの人、本当にこんな暗い森の中に住んでるの？木々はうっそうと茂り、先は全く見えないの。彼女の後姿を見失ったら、自分も迷子になってしまいそう。あゆみさんは底知れぬ闇に薄ら寒い恐怖を感じて一瞬立ちすくんだわ。ねえ、彼女はどうしたと思う？まだ高瀬さんの後をつけるかしら、それとも諦めて引き返す？これ行くしかないだろう。そうよ、あゆみさんはそんなことで追跡を諦めなかったわ。勇気を振り絞って暗い森の中へ足を踏み出したの。そんなにまでして、高瀬さんのポプリの秘密が知りたかったのかしらね。あゆみさんは足元の枝を踏んで音を立てたりしちゃいけないからと高橋さんと距離を置いて歩くようにしたの。うっそうとした森の中にはすっかり、闇に包まれていったわ。こんな暗がりでどうするのかと心配していたわら、高橋さんはカバンの中から懐中電灯を取り出したの。いつもあんなものを持って学校に来ているのかしら。今時懐中電灯を持って通学している女子高生なんて聞いたこともないわよね。あゆみさんも軽い驚きを感じたけれど、うっかりしていたら高橋さんからはぐれてしまうわ。懐中電灯の明かりを見失わないように彼女は後をつけ続けた。しばらく歩いていると木々が明けて月の光の中に一軒の小さな家が浮かび上がったわ。おろいな結構。それは山小屋のような小さな一階建ての建物だったわ。暗くてよくわからなかったけど木でできているみたい。
たかしさんは迷わずそこに向かっていった。そして手慣れた手つきで玄関のドアを開けると中に消えていったわ。アトリエかな。やっぱりここがたかしさんの家なんだ。しばらくして窓に明かりが灯ったことを確認すると、あゆみさんもごくりと唾を飲み、自分もその小屋に近づいていったわ。昔話の魔女のおばあさんが住んでいそうな無骨で陰気な木の小屋。こんなところにあの穏やかなたかしさんが住んでいるとは誰も想像がつかないでしょうね。あゆみさんが忍び足で窓辺に歩み寄り、中を覗こうとしたその時よ、ガダン。すぐ後ろで物音がして、あゆみさんは慌てて手短な茂みに姿を隠したわ。背中に嫌な汗が流れ、心臓が口から飛び出しそうなほど瞳孔が高まるのを必死に押し殺そうとした。茂みが揺れて物音を立てたけど気がつかれなかったかしら。でも幸いなことに家から出てきた人物は彼女の存在に気づく素振りも見せずに家の裏手へと歩いていったわ。ほっと胸をなで下ろしたあゆみさんはその人がどこへ行くのか気になって後を追うことにした。危機が過ぎ去ったことで少々大胆になっていたんでしょうね。家から出てきた人物は頭からすっぽりと黒いローブをかぶっていたわ。またなんか悪魔的な人が。袖から覗くスカートは鳴神の制服だったので、きっと高橋さんなのでしょう。あゆみさんはそう思った。そして少し離れた木々の間からその人物の挙動にを探ることにしたの。黒い人物は家の裏手にある物置ほどの大きさの小屋に入ったかと思うとすぐ出てきたわ。その手には黒い何かが掴まれていた。バタバタと大きな音を立てて暴れ、喉から絞り出すような声を上げていた。それは一羽のオス鳥、オン鳥だった。うっ。そして黒い人物はしゃがみ込むと戸惑うことなくオス鳥の首を両手で掴み、その場で首に殺した。ひぃ。あゆみさんは喉元まで出かけた悲鳴を必死に押し殺した。鶏を締めることぐらい一昔前だったらごく普通の家庭でも行われていたことだ。でも初めて命が奪われる瞬間を目にしたあゆみさんは恐怖のあまり歯の根が悪くなるくらいに動揺してしまったの。硫黄の目から涙がボロボロと溢れてくる。その場でへたり込み、両手で口を押さえながら彼女は考えたわ。どうしよう、こんなに怖い思いをするくらいならもう帰ろうかしらって。そうよ、今ならまだ引き返すことができるわ。帰らないだろう、これは。本当に本当にその先を知っても後悔しない？帰らない。そう、あゆみさんもそこで引き下がらなかった。でもこの場合は勇気があるというより無鉄砲と言った方がいいかしら。湧き上がる恐怖をぐっとこらえて、あゆみさんはその場に踏みとどまったわ。でも目の前の光景に気を捉えていたせいかしら、後ずさった時に服に木の枝が引っかかって音を立ててしまったのよ。誰？黒いローブをかぶった人物は鋭く周りを見渡して音のする方、そう、あゆみさんが潜む木陰へと近づいてきたの。あゆみさんはもう立っているだけ精一杯でガクガクと震える膝を押さえていたわ。どうしよう。逃げる、逃げない、そりゃ逃げるでしょ。逃げる、逃げよう。そう決断したあゆみさんは元来た道を目指して木陰を飛び出したわ。でも待ちなさい。彼女の胸を冷たい手が掴んだわ。あゆみさんはその手を必死に振りほどこうとしたけど、しっかりと食い込んだ指は制服をがっちり捉えて痛いくらいに力が込められていたわ。いや離して。あゆみさん、黒いローブの下から姿を現したのはもちろん高橋さんだったわ。あ、高橋さん、何をしているの、こんなところで。高橋さんの声には少なくとも怒りの感情はこもっていないようだった。いつものように穏やかで優しい口調で話しかけられて、あゆみさんは少しほっとしたの。あ、その道に迷って。いやいや、もっとつくならマシな嘘つけよ。そうなの、大変だったわね。こんな誰も用がなさそうな場所で迷ってたなんて、とっさに思い浮かんだ言い訳だけあって苦しいわね。でも高橋さんはそんなことは気にしない様子で、あゆみさんに微笑みかけたわ。こんな時間に外で立ち話もなんだから、ちょっと寄ってく？
ええ、もしこの時あゆみさんに冷静な判断力があったなら、優しい笑顔のおかげでたかしさんがあゆみさんの服の袖をしっかりと掴んでいたことに気がついたでしょうね。で、あゆみさんがどう答えたところで、たかしさんは彼女をこのまま解放する気なんてなかったということよ。ふうふ。ようこそ私の家へ。あ、うん。あゆみさんは部屋の中央にある木のテーブルに案内されたわ。お茶でもいかが？あ、ありがとう。まるで雪山のロッジのような家の中は整頓されてはいたけど、質素ではあまり生活感のないものだった。実際にはこれからポプリの材料にするのかしら、ドライフラワーになる途中のバラの花束が吊るされていたわ。部屋の隅にはろうそくが灯ったアロマポットがあって、そこから何とも言えない甘くていい香りが漂ってくる。さすがあの高橋さんのお宅ね。あゆみさんがそんなところに感心していると、トレイにティーカップを2つ乗せて高橋さんがやってきたわ。ごめんなさいね、こんな狭いところで。うん、とっても素敵だと思うよ。そう、どうもありがとう。高橋さん、ここに一人で住んでるの？ええ、まあね。そんなことより、さあお茶が入ったわ、飲んで。絶対なんか毒入ってた。あ、ありがとう。あゆみさんはカップを一つ受け取ると中を覗き込んだ。それはアロマポットから漂う香りに似て、彼女の鼻甲を甘くくすぐったわ。すぐに口をつけたい衝動に駆られたけど、あゆみさんは思いとどまったの。ところで、これ何のお茶？え？あゆみさんの言葉に高橋さんの動きが一瞬だけ止まったわ。ああこれ私が作ったハーブティーよ、どうぞ。うん。あゆみさんはカップに口を近づけたわ。この先彼女は本当に飲んだと思う？うん。飲んだ、飲まなかった。高橋さんに先に飲ませる。まあ賢い人は、まあ、飲まないわな。飲まないっていうか飲んだふりをするかな。まあでも、まあ、ここはちょっとあゆみさんには行けるとこまで行ってほしいから飲みましょう。うつうつ怪しさを感じていたんだけど、ハーブティーから立ち上る魅力的な甘い香りの誘いから逃れられなかった、あゆみさんはハーブティーを口に運んだの。どう？すっごく美味しい。そう、そのお茶はあゆみさんが今までに飲んだどんなお茶よりも香り高く幸せな気分にさせてくれたわ。すごいね、たかしさん、ポプリだけじゃなくてこんな美味しいお茶まで。これお店で売ってもいいんじゃない？そう？そうだよ、ハーブのお店は開けるよ。たかしさんは満足そうに微笑んだわ。あれ、あゆみさんは不意に軽いめまいを覚えたの。どうしたの、あゆみさん。ううん、なんかね。あゆみさん、あゆみさんの手からカップが滑り落ちたわ。指先から始まったしびりが全身に回った頃にはあゆみさんは気を失って椅子から滑り落ちてしまったわ。あゆみさん、ちゃんと飲んでくれたよね、嬉しいわ。うん、ここは鼻甲を満たすむせ返るような不臭とバラの代わりにあゆみさんはぼんやりと目を覚ました。顔を上げようとしたけど、まだ頭の片隅に悪寒が残っていて軽くめまいを感じたわ。あら？そして体を動かそうとした彼女は騒然としたの。だって首から下が全く動かないんですよ。皮膚を伝わってくるのは冷たく硬い何かしっとりとした感触。皮膚？なんで肌から直接感覚が伝わってくるの？ようやくはっきりと意識が戻った彼女は自分が置かれている状況を理解したの。そう、彼女は裸にされて胸から下を土に埋められていたのよ。何よこれ。周りを見渡すと同じように首から下が埋められた人たちが目に入ったわ。いいえ、正しくは人だったもの。あるものはバラのなんとかに全身を包まれながら人の形をとどめるまでに膨らんし、またあるものは眼球が腐り落ち空洞となった目で地面を睨んでいた。そんな死骸がバラの木の根元に何体となく埋められていたの。いやあゆみさんは必死に身をよじり土から抜け出そうとしたんだけど、よほど固く突き固められているのか彼女を包み込んだ土はびくとも動かなかった。
するとその声を聞きつけてか走り寄ってきた人物がいたわ。高橋さん。あゆみさんはすがるような眼差しで高橋さんに声をかけた。ねえ、何なのこれ。あら、わからない。私のポプリの秘密よ。秘密ってこれ。高橋さんは咲き誇る大輪の花々を眺めてうっとりと満足そうに笑みを浮かべた。バラが香り豊かな花をつけるためにはね、たくさんの養分が必要なのよ。養分という言葉を聞いてあゆみさんの背中がゾワリとした感覚が這い寄ってきたわ。嘘でしょ。やめてよこんなこと。嘘なもんですか。ごめんなさい、許して。秘密を知ろうとしたことは謝るから。あなたうるさいわ。早くこれを飲んで静かになってる。うぐっ。高橋さんはあゆみさんの方を持ち上げると頬に指を食い込ませて無理やり口を開けさせたわ。そして持っていたガラス瓶から甘い香りのする液体をあゆみさんの口の中に注ぎ込んだ。あゆみさんは飲み込まないと必死に抵抗したわ。でも液体を注ぎ終わった高橋さんはあゆみさんの口と鼻を塞いだの。周囲にあゆみさんの声のない悲鳴が響き渡り、やがてそれすらも聞こえなくなった。笑いに再び静寂が訪れたわ。もう私の花たちがびっくりするじゃないねえ。高橋さんは一輪の花に顔を寄せ、満足そうにその香りを大きく胸に吸い込んだわ。さあ、これで6人全ての話が終わってしまったわね。7人目はいつ現れるのかしら。まあ、つまりあれや、あれだね。まあ、そのポブリーの秘密は、まあ、人間の死体とかを、人間とか動物の死体を養分にして、まあ、いい花が取れたからあんないい香りがしたっていうことか。セーブ。よし、じゃあちょい一旦ここで切ろう。じゃあお疲れ様でした。